はい、皆さんこんにちは、石郎です。今日は日本で唯一の砂漠のある鳥取県の鳥取砂丘に来ております。砂丘デザートというだけあって、辺り一面砂だらけですね。日本にこういう場所っていうのは鳥取県だけです。ちなみに鳥取県もですね、最近ちょっと草が生えてきているので、それを抜いたりして砂漠の状態を保とうとしています。普段はねかなり風が強い場所なんですが、今日はかなり風も落ち着いていて観光のしやすいタイミングとなっております。砂はねすごい柔らかくて、足が沈んだりするほどではないんですけれども、体とかがねでも結構歩きづらいですね。地面がだいぶ柔らかいんで、こんな風にだいぶ広い場所なので、何キロもある場所なので、かなり大勢の人がいてもあんまり混雑とかは気になりません。今砂浜をちょっと歩いてきました。あそこはね結構大きな坂になってます。50メートルぐらいあるかな。絶壁ですね。ちなみに今は裸足です。結構いろんな人がね裸足になってる人が多いです。まあ靴ずっと歩きにくいっていうのと、あと単純に裸足がすごい気持ちいいんでね、ゴミとかも落ちてないし、金属、ガラスとかも落ちていないので、裸足でも全然安全です。さっきの崖のところなんですけど、よく見ると水たまりになってますね。昨日雨が降ったのかもしれません。そんなに綺麗な水ではないですけど、まあ、オアシスみたいな感じで面白いですね。はい、今、丘の方を越えてね一番上まで来ました。眺めがすごい綺麗ですね。上の方まで来ると、向かい側にある海が見えるので、海のね波の打つ音を聞いたりとか、まあ、そもそもね景色もすごく綺麗なので、心が癒される場所ですね。まあ、ただ下の方まで行くとだいぶ戻ってくるのはしんどそうですね。傾斜がかなりきついので、ほとんど崖ですね。絶対にしんどい。向こう側は大丈夫かな。こっち側はだいぶ傾斜がきついですね。Back. Oh my god! My sister is. ああ、いいやんいいやん。結構スピーディーに行きましたね。あ、行っちゃって、あとめない。結構砂浜は掘りもできるみたいです。だいぶ楽しそう。あっこから上がってくるのめっちゃ。地獄。あっこから上がってくるのしんどいな。地獄や。一人っ子なんだから。まあ4分の1やったらいいよ。というわけではない。兄ちゃん道伸ばしといたね。ありがとう。お、上がった。上手上手。ああ、でも結構行く行く。おお。だあ、だいぶ下まで行った。ああ、すごいすごい。
おあ、勢いだいぶ強かった。失敗。はい、今は鳥取で一番高い山の大山に来ています。いいよ。 2400m です。すごく大きいです。で、ここはバニラのソフトクリームが有名なので、長蛇の列ができています。The lines, it's like a snake, so long. ソフトクリームはすごく甘くて美味しいです。ちょっと動画で伝わりづらいかもしれないけど、すごく大きいです。圧迫感がすごいです。はい。ちなみに大山にはですね、牛も放し飼いみたいな形になってます。20〜30頭ぐらいかな。あ、なんか一匹牛がめっちゃ近づいてきた。すごい、ちょっと危ない。写真を撮らせてくれますね。大山の裏側です。表と裏で全然姿が違う。こっち側はすごい削れてて、ギザギザ岩山。向こうやったら普通の山みたいに見えるけど、こっちはところどころとかあちこちギザギザの岩山です。面白い。